そこのお兄さん。もしよかったらドラゴンカートに参加してみませんか？え？ドラゴンカートって何だそれ？ドラゴンカートは最近流行って遊園地と。ああ、また。ちょ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 。違う。平和な横浜です。ここで。 カートのた、なんだか、だ、ありと、確かに、速さをと、最初は、この、まあ、とにかく時間がある。ドラゴンカート。よっしゃ、ぜひ、私はここ、俺は春日一番店だ。よろしく。おどけ！俺の道だ！
アクセル全開。このまま負けられない。
それでは。
何をやろうが勝手でしょう。
今は呪うので忙しいんだ。いやいやいや、その呪うのを今すぐやめろ。なんでよりにもよってこの木で。あの女。そう。同じクラスの瞳っていう僕の彼女。お前、自分の彼女を呪ってんのか。あいつ、僕と行く彼氏がいるにもかかわらずサッカー部の先輩と。またよ。彼女に。どうせって。いや。もういい。まずは。 どうしゃしねえぞ。ほら来いよ、俺の番だな。よし、あっちだ。うん。お。 それでは。 よっしゃ、歌うぜ。 うまいじゃねえか。 よし、歌っちゃいますか。 情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて。
過ぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある。やべえ、投げてくる。成り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に成り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ延長だ。柿の実、なんとか持ちこたえてはいるが、
無事に手術。カズが。かなこちゃん。元気になったのか。ええ。窓の外ばかり見て気持ちが沈んでいた娘でしたが、無事に。そう、それで。お笠原さん。ありがとうございました。私のために。いや。うん、それと。でも。でも。ああ、せっかく。もう金子。実は。バレた。 どちらまで行かれ。 それでは。
あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのに、どいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな、学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは？ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし、繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。菜の葉さんか。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。っていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。バカ、店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。菜の葉さん、君がお父さんを引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は、野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。菜の葉さん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。違うって何が？私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは？わかった？メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えりゃ双子だろ。大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、菜の葉は妹なので、あんた姉の紗恵子か。じゃああんたもその風俗嬢なのか？風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか？あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか？最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。
兄弟だろ。それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ。複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか。うん。でもある日妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう。そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だからナノハには会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でもナノハがソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。ああ、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でもナノハに内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ。心配はねえよ。そっか。お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思ってさ、春日さんに足立さん、それと難波さん。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父さんと妹の命の恩人だぞ。わかってる。本当に感謝してるって。ありがとう。あんたその後菜の葉さんとは会ってない。私はこの先もずっと何も知らないままってことの方がいいんじゃないかって思うし。なあちょっといいか。あんたさっき施設のこと野々宮に聞いたって言ったよな。電話か何かで。うん。だとするとそれ時間的にはあいつが首吊る直前ってことにならねえか。そう、死んだ当日。つまり私はあの人が死ぬ直前に直接電話で話してた人間ってこと。なんだって。その上で言ってるの。あの人が自殺だったわけがないってね。あんた店長とはどんな話を。乙姫ランドのボーイさんが。そうなんだ。妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すかなんとかで。ちょっとなんなのそれ。だいたいナノハがソープで働いてたとか、なんで教えてくれなかったの。ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上もうサッちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと。でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの。大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずのナノハのために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち。そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だあんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ。店長、店長。老马，老马，他在这里。老马，
それが店長との最後のやり取りか。そう。最後ドタバタしてたってのはなんだ。わからないけど、多分中国語。かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら、そいつらが自殺に偽装したってことか。今からでも遅くねえだろう。すぐ警察に言おうぜ。とっくに言ったって。ここの電話の通話履歴から所轄の刑事が聞き込みに来たの。だから私はありのままを全て話した。だったらなんで自殺で処理されてんだよ。わからない。刑事も途中までは熱心に聞いてくれた。でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら、急に引き上げていったの。紗恵子さんだったな。ちょっとそのモノマネやってみてくんねえか。いいけど、私中国語なんて知らないから意味はわからないわよ。いい？こんな感じ。ラオマ、ラオマ。ラオマ、どういう意味だ？だから意味はわからないって。いや、よくわかった。マジで？ラオマってのはハンピンリューマンの幹部の愛称だ。ハンピンリューマンの幹部？偉人さんの？実際の名前はマブチ。マブチ。ハンピンリューマンの幹部の名前を大声で呼んでた。おそらくこの部屋に乗り込んできたのはマブチの手下だな。で、野々宮を見つけた手下は大声でマブチにそのことを知らせた。彼女が聞いたのはその声ってわけだ。じゃあそのマブチってやつが野々宮を殺したのか。いや、でもここは清流会の島だろ。偉人さんは冷戦状態で戦争はしねえんじゃねえのか。はあ、だからその掟が破られたとなると大事だな。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか、ラオマって言葉を。逆だろうな。知ってたからこそ捜査をやめたんだ。ん？どういうことだよ。偉人町の刑事でラオマを知らねえ奴はいねえよ。なんたってマブチは刑事課を丸ごと買収してるんだから。町の刑事を丸ごと？奴は偉人町の刑事に子供の七五三祝いから入学祝い、冠婚葬祭なんかの経費までまめまめしく世話してやってんだ。なんだそりゃ。もっとも刑事連中にしてみりゃ賄賂をもらえるありがたさもあるが、マブチに自分らの個人情報が全部筒抜けになってる弱みもある。なるほど、飴とムチってやつか。ええ、もともと偉人町の警察は肉の壁の中のゴタゴタには及び腰だ。その上マブチが相手で被害者がソープの店長とくりゃ、まともな捜査は期待できねえかもな。なあ、そのマブチが怪しいとして、なんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的じゃないことだけは確かだ。珍しいわね、あの店長が大入りを出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。ありがとうよ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって
急にこんなお別れが来るなんて思ってもなかったから。私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆って言うんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの？そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だから俺らに会いに来たんだよな。オーケー、オーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。お弟子さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。よろしくな。なあ、いや、おおい、
よ。おい来た。してみろ。ぶっ飛ばしてやる。おいおら、こっち見ろよ。どれだよ。舐めるなよ。おいよ。どうした？俺の番だな。舐めんな。やってやるぞ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ところ実はその服が、泡、僕今、ちょっと花、大体何、実は最近それでお楽しみ、普段で出るの、おばあ病院に、でもまあそうだ、だからお願いです。つうかそれくらい服、もはや服を貸していただけないなら洋服屋、そうです、この泡もいつまで僕がそれならそんな、それにしゅん、だいたいそこまでの決闘、何より水、なるほど、水をかくおばあちゃん、今の時そこで一生の、仕方ねえな、おっとあんたに水が、はい、俺はか、
しまった。そこの不審。おい。はい。ありがとうございます。財布を置いてて上がってこい。よし、なめんなよ。おいやってみろ。やんのか。俺の番ね。ぶっ飛ばしてやる。よし、行くぞ。なめないでくる。どうするかね。ほら来いよ。よし。
ちだ。話だけで、なんだい悩むな。そこで俺はカットしたら、そうだな、オッケー。お、まあ、そう、じゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか今日は。お、ダメじゃねえけど、そのよし、まさかマスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい、一杯1500円も。こりゃマジ。どの曲にするかな。この曲を送るわ、春風。歌っちゃいますか。Bye.
気をつけてくださいね。お、ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて、しらばっくれんじゃねえ。待てって、違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し並びましょうよ。このアマちゃんが。炊き出しってのは俺が。おい、落ち着けって。あ、危ない。おい、今度こそ。私の番ね。ほら、もういいよ。やんのか。絶対無理。よし、行くぞ。よし、行くぞ。またいい女になっちゃった。おい。お。すみませんでした。お、ありがとうございます。ああ、
ありがとうございます。ありがとうございます。いえ。ねえ。ん？ありがとうございます。これ、ん？ザリガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川から上がってきたのか。このまま車に轢かれるのもあれだし、戻してやるか。そんじゃ元気でなっと。わしのナンシーが。
え？ああ、ああ、敵だ。まさかあんたが大事に。いや、あんたも、もう、じゃあ、わし。じいさん、あんたのなん、うん？まあ、そうか、もし。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたらつ、ナンシー、背中の。まだ遠くにはいもしもし、ビビってんのか。よし、行くぞ。やってみよう。どこだ？これは、いや、カズ、ああ、おお、見つけてきてくれたか。んちょっと背中、マジか。ああ、な、え
どこだ？ ちょっと春日さん、背中の印が全然違うぜ。ナンシーは×印なんだ。マジか。まあ、しかな。わ。
カス。ああ。おおほほ。え？ん？ちょっと春日さん背中。マジか。ああ。な。わかっ。おっと。おっと。どこだ？これか？お？なあ。カスガ、ああ、おおほほ、え？ん？ちょっとカスガさん、背中の印が全然違うぜ。ナンシーはバツ印なんだ。マジか。マジかな。わかっ。なあ、おおほ、ナンシー、よかった、無事だったんだな。あんた、いや、それじゃ、ナンシー、まあ、じゃあちょっと準備するから、これでも、なんか筋張っちゃいるが、まあまずかねえな。そうかそうか。それじゃあだ、あ、いや、なあ、ジジイ、てめえ俺に、まあまあ、いや、じゃあ、今日のメインディッシュ、エビハラスペシャルの調理といいかな。おい、なんであんたナンシーを持ってんだ。何をすっとぼけたこと言ってるんじゃ。これ、おお、ナンシーは他のザリガニより体が大きくて。
美味しくなるポテンシャルを持っておいしく散歩そこそれ俺はあんえこういうのは新鮮さが命じゃがそーれちょっと待ったんなんじゃもなあそのあいや、な、え？いや、この、くそ、くそ、くそ、早く持ってこんと、分かったよ。うう、くすまん、早めにだ。何か言いたいことでも頭かち割るぞ頼んだ俺の番ねさてああ俺の番だな大丈夫やれかもっとゴミ袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよねカラスもカラスで生きていくのに必死なんだ大目に見てやれそれにカラスはよ頭だっていいんだぜゴミ捨て場近くの人を覚えると荒らさなくなるって話もあるへえー、そうなのっていうか随分カラスの肩持つじゃないのまあ同じゴミ捨て場を漁った仲だからなこれも仲間意識ってやつなのかしらなっちまったか。懐かしい。写真館か。小さい頃
ここで家族写真撮ったんだよね。私もナノハも緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか。まあそれは否定しないけどね。あれ、でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか、ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても、撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。そうだね。ねえ、今度見そのネスキが気に入る。相手にならないんじゃない。俺の番ね。してみろ。舐めないでくれ。ザコだ。とっておき。いいけど俺の番ね。なめんなよ。やってみろ。やるじゃん。見てろよ。強くなった気がするぜ。よ、阿波野じゃねえか。ああ、春日さん、よかった、また会えて。この人がお世話になった。そうだよ、この人が春日さんに。おばあちゃんも一度。そうか。なんでもこいいな。あれ、これからどっか行く。おばあちゃん。そうだ、ね、温泉。それじゃあか、本当にあり。おう、はい。本当に。
だおい、ちょうどイライラした。勝負にしてやる。俺の番だな。よっしゃ、行くぞ。何するか分かるよ。なめんなよ。俺の番ね。ぶっ飛ばしてやる。来やがれ。ザコラ。来いよ、こっち見ろ。やめんなよ。どうするかね。やってやるぞ。くばい。何かご用で見せてくれ。おい、来た。ほら来いよ。やります。よし、見てろよ。してみろ。楽にして楽にしてやる。私の番だ。なめんなよ。おい、来た。よし、行くぞ。ありがとうございます。Ooh.
すまん。早めに頼むよ。ああ、分かってるよ。